はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで悪いリーグスタッフ、なんかリーグスタッフのサングラスが特徴的かなんかって言ったよね。てかまずサングラスじゃなくない？メガネやん。あ、ってことはサングラスの人に声をかければいいってこと？どれサングラスの人？なんかその辺にめっちゃエール団とかおるんやけど。なにこれ？なんで後ろ向いた？あ、みなか、こいつ怪しいが顔を見せてくれね。こいつを振り向かせるような驚くようなことを言ってくれ。なになに？驚くようなこと？キーは見つけた。オリーブさん。あ、オリーブさんだってこと？なんだって？しまった、振り向いてしまった。逃げられない。じゃあポケモン勝負だ。ほら、これサングラスや。なるほどね。マクロコスモスのトシユキが勝負を仕掛けてきた。何マクロコスモスって何マクロコスモス、初めて聞いたんだけど。とりあえず効果抜群のエースバーンを出して戦おうとしたところ、マリーのエールは効き目バッチリやけんね。何どこから出てきた、ありがとうという初めて見るイベントに戸惑いつつ勝利。おお、2匹か。お前話しかけるなよ、思わず振り向いただろ。そのために話しかけたんだよ。これでオッケー、鍵もらえるの。よし、隠れればキーを渡さなくて済む。え、なに？え？逃げたよ。なんて素早い。俺にはどこに隠れたのかわかりません。え、普通のスピードで走ってったけど、小走りぐらいの感じで。待って、またいなくなったのじゃ。どれ、リーグスタッフ。別に増えてないし、この人たちメガネやし。ん？これは？なんか急に現れたし、サングラスだね、これ。なぜわかった？いや、適当に話しかけたのか？どっちでもいい、勝負だ。同じ人ってこと？え、ポケモン回復したの？一瞬、トシユキ。マクロコスモスのトシユキ。お、ポケモンが変わっている。なるほど、本当は6匹持っとるけど、2体ずつ出していくとかそういうこと？ってことはあと1回あるんかな。クチートって何タイプやったっけ？鋼？鋼かな。ってことは、持たせてもエースバーンだね。いきます。確か鋼タイプやった気がする、クチート。違ったかな？ほらほらほら。多分。多分、鋼タイプの技を使うだけかもやけど。マリーのノリに合わせなよ。イエーイ、アイナやってる？やってる？というマリーの声援以外、これといった見せ場もない試合内容のまま終了。よし。逃げている間にポケモン入れ替えたのに。木を隠すなら森の中、人を隠すなら人の中だ。人の中。次はどこへ走っていった？これは？メガネやね、普通に。ってことは違う。これもメガネ。みんななんでキョロキョロしようんやろ。リーグスタッフじゃない人を探すためとかそういうことかな。え？なんか中におるんやけど。これは？中が見えない。ん？なんて観察力。今度こそ勝って逃げ切ってやる。あっとった。え、だってあんな中に人おらんかったもんね。マクロコスモスのトシユキ。また2体かな。テシード。なにこれ、サボテンみたいやけど、鋼系かな。ということは、エースバーンだし、マリーの応援も慣れてきたしで、特に何もないまま試合終了。これで終わり？かくれんぼもダメ、勝負もダメ、逃げるしかない。しかも一回一回賞金くれる、優しい。お財布の中身大丈夫？いよいよ追い込まれたようだな。だがオリーブ様に怒られたくないから諦めない。モノレールに乗ってしまえば追いかけられないだろう。なんで行き先を言っていくの？エール団よ、ホップを呼べ。みんなで駅に追い詰めるのです。お、ホップどこ行った？別行動？もう私だけで見つけてしまったけど。おお。めっちゃ集合しとる。
てこの先におるわけやね。一人ずつ倒していけばいいんじゃない、そういうことじゃない。アイナ、悪いリーグスタッフを追い詰めるとはよくやりましたよ。ご機嫌な君を称えて、とびっきりの歌をプレゼントです。しがないシンガーにできることは、ささやかな歌を歌うことだけ。ここで歌われてもね。歌で誰かにエールをなんて、本当は嘘だよ、無理だよ。歌で誰かを幸せになんて、俺には無理だよ、できないよ。だけどそれでも歌うよ。ささやかな歌を歌うだけだよ。ネズ!ネズさん!何をやってるの?あれ、ネズちゃん、なんでストリートライブしてんだ?それを言うならステーションライブだな。それより、もっと近くに行こうぜ。あ、人が押し寄せるってこと?一応有名らしいもんね。あ、てか、マチムリーダーやけん、有名は当然か。お、歌に反応する?え?ふっ。おー、みんなが。てか、あんなんね、人中におるのに封鎖しちゃダメじゃね。ネズさん、キーは奪いました。ローズタワーまでモノレールで行きますぜ。おお、マジで鍵まで奪ったのか。人がみんな集まってきている。あゆな、ホップ、今だ行け。行きやがれ、この野郎。了解。モノレールシュートシティ前で、なんちゃらかんちゃら見えんかったぞ。あ、なんかタワーに茨が巻きついてる感じになっとんや。それでローズタワー?多分バラのトゲってことやろ、これ。ローズタワー、てっぺんどこまで伸びてんだ?雲に隠れて見えないぞ。そんなに?マリーも一緒に行くの。で、どうすんの?エルダーのみんな、悪いリーグスタッフとバチバチやり合ってるし。だってあゆな、どうする?ねえ、行くしかないんじゃない?行こうよ。行けって言われたし。最高だな。さっさと兄貴を連れ戻そう。出ないとお前がチャンピオンに挑めないよな。え、別に今日じゃないんやろ、試合の日程。暗いしもう。あゆな、あんたがローズターの道を作ったんだ。このまま突っ走りにしゃい。別にね、そんなさらわれたわけじゃないやろうし、試合は試合であるんやろ。それにしても秘書も秘書だよ。委員長に喜んでもらうため、モノレールのキーを隠すなんてね。ローズ委員長もチャンピオンを足踏みして、何を考えてるのかよくわからないし。だって今からってただの食事やろ。あの頃のスパイクタウンを思い出せる熱気を。渾身のライブでしたよ。あ、終わったんや。ただし、アンコールはないのです。って、まだいたのですか?え?何、一人ごとのつもりやったん今の。さあ、お前ら行くのです。俺がエールを送りますよ。兄貴が無茶するとまずいからね。何かあれば戻ってきてね。了解。行こうぜ、アイナ。おー、なんかすごい寂しい。でかすぎるぞ、広すぎるぞ。なんなんだ、ローズタワー。受付の人おるけど大丈夫な。知ってるかいな。ローズタワーもパワースポットらしい。つまり、てっぺんではダイマックスできるんだってよ。え?これは戦闘の予感。それはいいとして、エレベーターでてっぺんまで行けるのか?ローズタワーって確か100階建てだぞ。マジで?やば。ここでお引き取り願うんだから、エレベーターのことは気にするな。不審者がいます。不審者がいます。お、オリーブさん。スタッフは直ちに不審者を追い返してください。な、オリーブさんもああおっしゃっておられる。不審者を追い払って、たんまりボーナスいただくぜ。マジか、誰が誰かよくわからんよ。顔。マクロコスモスの教授が勝負を仕掛けてきた。だからマクロコスモスって何なんだ?お、アイアント。もうわかったよ。把握したよ。ここは、今一つか?じゃ、とりあえずエースバーンで行きますかね。もう困った時のエースバーン的な感じで。なんならエースバーン先頭にしておこっかな。それで行けばいい気がする。よし、炎の誓い。オッケー。一匹だけなんやね、持ってるポケモン。余裕やん。お、炙りボンレベル55。お小遣いを取られる。敗北とは証のことなり。ねえ、ボーナスどころか逆にって感じ。ボーナスが、夢のマイホームが、ボーナスそんなに出るの?
ローズ院長に会うんだ。どこにいるのか教えてよ。お？エレベーターに乗ればいい。委員長はてっぺんにいるから。お、通してくれるんや。よし、あとちょっとでローズ委員長に会えるぞ。待ってろ兄貴。ほら、アイナも行くぞ。てかあれやね、受付の人は何一つ反応せんのやね。こちらローズタワー受付です。うん、知ってます。ちょっと待って、とりあえずエースバーン先頭にしてこう。間違えた。はい、先頭にしてゴーゴー。何これ何これ、ローズって書いてる。あれ、これエレベーターの中。え、やば、怖。え、なんか扉3方向にあることない？長いな。そりゃそうやろ、まだ出発したばっかりで100階まであるんやろ。え、早くね。え、早くね。逆にあれ、まだ途中だぞ。どうして止まったんだ。なんかちょこちょこ相手は敵が出てくるっていうパターン。あなたジムチャレンジャーですね。ご参加ありがとうございます。ですが邪魔は許しません。ローズタワーに入っている様々な関連会社を守るためにも追い返します。ポケモン勝負だってできるローズタワー自慢のエレベーター。作っているのは関連会社であるマクロコスモスコンストラクション。もしかしてあれかな、ポケジョブにもあったとこ。なんかそんな名前なかったっけ。気のせい。マクロコスモスのエリとコウジロウ。なるほど、そこのスタッフの人たちなんやね、マクロコスモスっていうのは。これは何タイプ。あ、2対2や。なるほど、よし頑張ろう。多分あの左のドータ君は鋼系じゃないかなって感じやけん、炎の誓いでいくわ。そっちのゾードってやつは何系なんやろ。はい、効果抜群やっぱり。ドータくんってなんかあれやね、名前だけ見たらゆるキャラにおりそうな感じ。何タイプその子。ノーマル？格闘？名前からもちょっとよくわからんねやけど、とりあえず二度蹴りしといてみるか。あ、一匹ずつなんやポケモン。お、効果抜群。やったー、よかった。やったね。ポケモンが戦っても安心なエレベーターは自慢できました。マクロコスモスコンストラクションの仕事なら誰にも負けないのに。そこのエースってことなんやね、二人とも。で、そこから送り込まれてきたと。負けたからには素直にお引き下がりましょう。だがローズ委員長に邪魔はしないでくださいよ。ローズタワーのエレベーターは床だけを動かします。それでは危ないので光る壁を発生させます。マクロコスモスコンストラクションもよろしくお願いいたします。え、どういう意味、床だけを動かす、光る壁。え、どういうこと。タワーで勤務する連中が外からエレベーターを止めるのか。さっさとてんぺんに行きたいのに。頑張ってくれたポケモンたちは俺が元気にしてやるぞ。あ、回復してくれるん、ありがとう。ちょっとエースバーン弱っとるなって思いよったんよね。助かる。それはアイテム使って回復してくれよんかな。また途中で止まる。次は、おー、そっち。300m のローズタワー、今 150m 地点です。お、半分来た。マクロコスモス生命です。保険に入っていますか。お、関連会社ですね。生命会社、生命会社、保険会社。マクロコスモスの鉄次とエイツコ。よし、頑張っていこう。ギギアルとクチート、両方鋼やん。もうエースバーンで余裕やね。そっちもバイウールで押し通していく感じ。頑張ってこう。何気に白黒の牛模様みたいな感じなんやね。あ、PP まで回復しとる。最高やん。炎の誓い。あれ、ギギアルのやつ、なんか効果抜群とか、今一つとか何も書いてなかったけど。なぜ？戦ったことあるのに。あ、ホルードレベル54。鋼よね、ここ。普通に。なになに、ギアチェンジ。あ、別に見た目が変わるとかそういうわけじゃないんや。そういう感じなんかと思った。炎の誓い。多分いけるはず。ほらほらほら、一発。
オッケー、これで以上。お、チェレムレベル55。お、ソーラービームいいやん。強力よそこは。あ、そっか、あー、突進がいらん。全部草タイプにしてこう。やっぱそのタイプの技を技で全部埋め尽くしたいよね、ちょっと。いや、まあ強ければ別に全然他の技入っとっていいけど。よっしゃー、勝利。マクロコスモス生命の仕事なら誰にも負けないのに、そういう人らばっかり。ゴーリキーを縦に100匹並べると150メートルですね。そうなんや。知らんけど。なるほど。私、高所恐怖症で、ポケモン勝負で負けても保険は降りないのです。それは、労災とか、つかないんすか。ん？今のまた回復してくれたってこと？一回一回回復してくれるん？めっちゃありがたいやん。最高やね。これは？まだ最上階ではない。ああ、そっちから来るか。てっぺんまでもう少し。だが委員長には合わせない。私、高いところも平気。マクロコスモスエアラインズで空の仕事をしていますからね。マクロコスモスすげえな。なんでもありやな。同じような戦闘ばかり続いて、見る方も飽きてきたと思うので、いつもの早送りでお送りします。マクロコスモスエアラインズの仕事なら誰にも負けないのに、それぞれの代表が来とるね。登るエレベーターって体が浮くような感覚がしますよね。その感覚好きなんよね、私。あのジェットコースターで落ちる瞬間みたいな。委員長に会えると思うな。あの人は突破できないぞ。高いビルというものは上に行くほど偉い人がいます。タワーのてっぺんにいらっしゃるローズ委員長は、まさにトップオブトップスです。ローズ委員長に会えると思うなよ。あのお方がどうのこうのってことは、ローズ委員長の手前にまだ誰かおるってこと、強い人。どうやらあと少しらしいな。気を引き締めていくぞ。もう一人なんかちょっとラスボス的な感じの人が、え、でもローズ委員長に行きそうやけども。え、これ一応何、天井なん？すごー。オリーブさんと戦うってこと？そういうことか。動けた。動けた。あれ？ようこそ地上300メートルローズ委員長のスペースへ。私のオーダーをこなす特別なスタッフたちはものともせずにやってくるなんて。さすがはチャンピオン。ダンデが推薦したポケモントレーナーね。どうも。でもね、ここでお帰りになってもらいます。それはちょっと。だって、ローズ様の邪魔だなんて、私絶対に許せません。怖いよ、ちょっと。まずはアイラさん。あなたをボコボコにすれば、チャンピオンもがっかり落ち込んで、委員長の話を聞きます。なんなん、何の計画が締められていいけん、ちょっと待って。怖い怖い怖い。めっちゃなんか、どうした？そうそうそう、表情戻してきっちり。すごいヒステリーな感じになっとったけど。あ、そっか。ダイマックスできるんやけ、ここ。雪目の子。でも全体的にエースバーンでいける気がするけん、エースバーンダイマックスでいく？で、ダイバーンしよっか。おっしゃ、行くぜー。でも天井突き破りそうやけど、そこまでは大丈夫なんか。バリバリバリとかいかん。そんなに低くないか。ウルトラマンみたいやね。よし、頑張ろう。大バーン。氷系やったら一発やろ。効果抜群。かわいいポケモン使うね。着物着とるんや、かわいい。怖い怖い怖い。まあ生意気。オリーブのパートナーを傷つけるなんて。エースバーンレベル72。ミロカロスか。ミロカロスはエスパーってことは格闘が効くんかな。エスパードラゴンとかそんな感じじゃなかった。かわいい。オリーブさんちょっと似とる。ダイナックルでいこう。ダイナックル。どうや。あ、罰でいかなかった。ってことは効果抜群じゃないってことか。あら、何系だったかしら。水？あ、でもそれは回復技？なるほどなるほど。あと一発ダイナックルでいけるんじゃない？
あ、でもこれでもう3ターン使ってしまったんか。クソ。はい、とりあえず仕留めた。あと何匹持っとん？オリーブさん。いいな、ミロカロス。かわいい。エンニュート。エンニュートはアクタイプか。アクタイプってことは、フェアリーがいいのか。いや、どうなんやろ。どうやった？エースバーンならレベル差ゴリ押しでいけます。エースバーンで大丈夫やっけ。あれ分からねえな。アク、うーん、フェアリーが効くのか、フェアリーが効果抜群になられる方やったんか、ちょっとよく分からないから二度蹴りでいこう。微妙やねめっちゃ普通に微妙やね。まあいっか。あ、毒？毒タイプか。え、ってことは何が効くんやろ。結局わからん。鋼？すごいポーズが決まっとるね。よし、オッケーオッケー。あと何匹ですか。多分最後のポケモンダイマックスさせるんやろ、オリーブさん。アマージョ。アマージョってあれじゃない？あの草タイプの子やない？かわいい。なんか思っとったのと違ったけど、私が思っとったのはあれか、アママイコやっけ。なんか多分そんな感じの、多分進化前のやつ。でも草系であっとるよね。はい、火炎ボール一発。次で最後やね。おっしゃ、来いよ来いよ。ダストダス、ダストダス、ラストのポケモン？マジ？オリーブ切れそうだわ。一人称オリーブな。名前ないやん。かわいいやん。そういう系？ダストダス、微妙やね。ここには？ホルードか。地面。毒には地面ってこと？え、毒タイプよね。ダストダスって違う？ここ巨大化するのめっちゃ不気味じゃね？すごいものを見せてあげます。ローズタワーでの巨大マックスよ。顔顔、おでこにシワができるよ。うお、来たー。え、怖い。なんか建物いっぱい巻き込んでない？船やん。うわー、船とか飛行機とか。怖い怖い。いろいろ巻き込んどるよ。岩タイプ、岩タイプ？でも地面が効果抜群なんよね。よくわからんな。毒タイプかな、やっぱり。おお、砂嵐が。自分も襲われとるやないか。おし、地震。いけい。おお、一発でいけるかと思った。代わりに素早さが。いや、しかし。しかし、あと一発でやっつけれるからな。全然余裕よ。その技もそんなに効いてないし。おいし、行くぜ行くぜ。大丈夫？なんか地球破壊戦この子。お、別の技来た。これは地面系か。さっきのが岩系で。ちょ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 、結構効いたぞ今の。やめてよ。しかしこっちの方が。地震！よっしゃー、オッケー。すごい匂いがしてきそう。ダストダス、ゴミやもんね。あ、でもいろいろ巻き込んどるけど、ゴミってことか。大丈夫か。じゃあ脱力。はあ、勝てないなんて。オリーブ本当にダメな子。子っていう年齢じゃない気がするけど、だいぶお年じゃないの。違うの。はあ、なんてこと。勝ち上がっジムチャレンジャーに実力を見くびっていました。本来であればまだまだ妨害したいところですが、願い星は集め終わりました。あとは好きになさればいいのです。何、何かしら野望みたいな。え、悪い計画じゃないよね。なんか黒幕ですみたいな。さすがだぞ。アイラってエースバーンの強さをめちゃくちゃ引き出しているよな。ありがとう。エースバーンめっちゃ活躍してくれたね。私は委員長のため準備を進めていますから。さあ、何の話をしているの、そこの二人は。ダンデ君、もう100回は話しただろう。
それでも分かってくれないのか、チャンピオンと回ろうものが。理解しているつもりですけどね。ただ、千年先の問題を今すぐ解決するために、明日のトーナメントを中止するのは理解できない。え？中止されるの？たった一日ですよ。チャンピオンの責任においても、絶対に試合をする。ガラルに暮らすみんなの、そして俺の楽しみなんですよ。分かっていない。全然分かっていないよ。ご覧よ、ダンデ君。眼下に広がるガラル地方を。これだけの輝きを保つためのエネルギーも、千年先にはなくなる。千年先のことをなんか明日せんといかんっていう理由は何？なんかその日に何かあるの？ガラルのみんなはその時生きていないのだよ。まあね。だったらたった一日と言わず、一刻も早く、問題解決のために動く。明日じゃなくてもいいんじゃないかな。より良い未来にするために。千年先？なるほど。委員長の懸念はなんとなくですが分かりましたよ。明日の決勝が終われば委員長を手伝いますから。ねえ、別に明日する必要性を感じない。それは明後日では何か都合が悪いの。兄貴、時間になっても来ないから俺心配になって。ネズさんやマリー、エルダーにも助けてもらってここに来たんだぞ。ホップ君を不安にさせたこと、素直に謝ります。大人はね、プライドが邪魔してね、正直に話し合えないんだよ。ホップ、アイナ、ホテルで好きなものを食べようぜ。俺がとことんおごってやる。もう話し合いはいいの？ローズ委員長、明日の試合をご覧ください。ガラルの歴史に残りますから。まあ、試合は続行させていただくよ。邪魔しに来たりせんよね。ガラルの歴史に残る。甘いね、チャンピオン。ガラルの未来を変えるんだよ。この私がね、妨害してきそうな予感。なんだかものすごく。翌日の夕方。あ、もう翌日？ってことは、試合は夕方から？遅くね？いよいよだぞ。バッチリ眠れたか？そりゃ翌日の夕方ならバッチリ寝たやろ。試合をするのはお前なのに、なぜか俺が緊張してるぞ。頑張るしかやね、もう。アイナさんですね。ファイナルトーナメント開催です。スタジアムまでご案内します。ありがとう。おいお前、昨日のこと忘れたのか？ホップ様と相棒のゴリランダーがぶっ飛ばすぞ。待ってください。私はいいリーグスタッフです。自分で言うのもなんですが。おう、なるほど。確かにメガネが黒くない。昨日の話は聞いております。オリーブさん、委員長のためなら何でもなさるところがありまして。極秘で、そのための専用スタッフを極秘で抱えていたそうです。ですが本日はご安心を、確かなスタッフばかりです。オリーブさんが雇っとったのは確かではないんよね。だってさ、行こうぜ、アイナ。今すぐお前の試合が見たいぞ。あ、床ロゼリアかな。シュートスタジアムまで案内しましょうか。お願いします。では参りましょう。シュートスタジアムに向かいましょう。さあ、いよいよ試合というわけやね。さあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはもうダンデと戦いってこと？でもなんかまだ戦いあるみたいなこと言おったよね。どうなんやろ、よくわからん。